ゆるちゃん、ミヤックスです。今日はですね、ミヤックス29歳の誕生日おめでとう、パチ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 ということで、名古屋コーチンのね、唐揚げとハンバーグの方買ってきました。料亭みたいなとこでね、結構値段がしました。ただね、この唐揚げね、ちょっとサービスしてくれて、本当はね、5個で1300円ぐらいなんか。それをね、6個と7個入っとる。あ、ミヤックスだ、ミヤックスのファンです。じゃあサービスします。とは言ってないけど、ま、なんか知らんけどサービスしてくれたと。名古屋コーチンってね、前々から狙っとって、やっぱね、名古屋コーチン中ぐらいやから、すごいね、歯ごたえがいいと思うんだよね、歯ごたえが。サラダもついとりますけどね。さぞかし歯ごたえが良くて、うまいやろね。どうねこれ。どうねどうね。誕生日やが、久しぶりにビール持ってきました。パチ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 。ではね、あったかいうちに食べたいと思います。ハンバーグのタレね。ここにも、名古屋コーチンハンバーグやから、多分ね、名古屋コーチンの肉を練り込んだハンバーグと、あとここに、もう一個、さあ、見せてもらおうか、名古屋コーチンの性能というやつを。3ヶ月ぶりのビール。 はい、ではですね、絶妙な醤油の味付けと、噛めば噛むほど味が。
何これ。あ、すごいこれ。すごいすごい。なんだこれ、鶏人参。何これ、うまい。うまい。こっちは1800円やった。柔らかい。
ずっと感動でるこれ。確かにその辺の唐揚げとは一味違うな、これ。Thank you.